俺の名前は柿崎良平。中小企業の営業をしていた。平凡だが平和な毎日を送っていたある日、想像もしていなかった出来事が起きた。なんと取引先の社長が娘とデートしてくれと突然むちゃくちゃな依頼をしてきたんだ。柿崎くん、君が来るのを待ってたよ。少しお茶を飲んでいきなさい。俺は取引先の社長に随分気に入られていた。多分それは裕福な家ではないが、バイトをしながら親に負担をかけないようにして大学を出たことや、その当時の苦労話を笑い話に変えながら話していたのが、卑屈にならずに笑って話せるなんて大したもんだと社長は言っていた。俺の人間性を見てくれたんだろう。社長はいつも俺の話を聞きたがった。その日もいつものように社長と雑談をして帰るつもりだった。しかしこの日、とんでもない依頼をされた。柿崎くん、最近はどうだ？そうですね、最近は少し仕事忙しくて、会社と自宅の往復ですよ。そうかそうか、忙しいのはいいことだよ。それはそうと。柿崎くん、恋人はいるのか？ああ、よくドラマとかであるやつか。知っているお嬢さんとお見合いどうだとか。いえ、残念なことにまだ。すると社長は嬉しそうな顔をして、俺の娘とデートしてやってくれ。え、知り合いのお嬢さんじゃなく社長令嬢？いやいや、俺は玉の輿に乗りたい願望はない。ましてうまくいかなくて社長との関係が崩れてしまったらどうする。これはかなり気が進まない話だな。俺が返答に困っていると、まあ難しく考えなくてもいい。何も結婚しろとは言っていない。恥ずかしいが世間知らずな娘でな。柿崎くんに少し感化されたら少しは成長するんじゃないかって思ったんだよ。頼めるかな。これって頼んでないよな。選択の余地なくよろしくなってことだろう。それから俺の意思とは関係なく話は進み、週末にデートをする話になった。はあ、気が重い。社長令嬢ってどんな人だろう。年齢は俺の5つ下の23歳、細身のロングヘアとしか聞いていない。そんな漠然とした話じゃ想像もできやしない。待ち合わせはなんだか高そうな銀座のカフェ。そこで会った後は俺の好きにしていいというかなりアバウトな話をされた。随分と俺も社長に信用されたもんだな。待ち合わせ場所に行き、ウェイトレスさんに、待ち合わせなんですけど松平レミさんは？そう尋ねると、丁寧にお辞儀をされ、こちらですとすんなり案内された。はあ、こういう店はお店の人からして上品なんだな。感心しながら社長令嬢のところに向かった。案内された先にいた女性の後ろ姿は、窓から差す日差しが当たり、上品そうに綺麗な姿勢で座っていて、思わず俺はドキッとした。あの、はじめまして、柿崎良平と言います。目の前にいるレミがあまりに綺麗で、その存在感に圧倒されてしまった。まっすぐなロングの黒髪に光が当たり、一瞬まぶしそうな顔をして俺を見つめる顔は、23歳とは思えないくらい大人っぽい色気を感じてしまった。年下とはいえ、初めて会う相手に丁寧に挨拶したつもりだ。パパから聞いた。まったくさ、
あなたも断ってくれたらよかったのに。ずいぶん威圧的だな。あからさまに不機嫌だった。でも彼女を見ると緊張しているのか、しきりに髪の毛を触っていた。その時は気のせいだろうくらいにしか思わなかった。あまりにレミの態度が横柄だったから。まあ、しがないサラリーマンだしね。仕方ないか。いいわ、適当に買い物付き合って。時間つぶしして帰りましょ。俺は社長の依頼を引き受けたことを後悔し始めていた。お互い望んでいないデートなんて楽しいわけがない。レミにとって俺は父親に頼まれて登場したつまらないサラリーマンなんだろう。その本音が全て態度に現れていた。店から店へ転々と歩く間、レミさん、買い物もいいけどどっか行きませんか？水族館や美術館でもいいし、どこか行きたいところないですか？あ、思い切ってボーリングとか。会話を広げようと声をかけるも、ちらっと俺を見るだけで返答なし。とはいえ、行きつけの洋服屋さんに入ると店員の女性とは楽しそうに話をする。そして完全に俺を無視。それすごく似合ってるね。気を利かせて言うも、逆に彼女に睨まれる始末だった。全く会話が弾まないまま、レミの買い物に2歩下がって俺はついて回った。俺は羊か、いやペットか。せめて数時間のデートは頑張ろうと思ったけど、もう無理だ。会話もない、睨まれる、何なんだ。多分社長はこういうデートをしてくれと言ったわけじゃないだろう。そう考えると嫌気がさしてきて、ついに俺はサジを投げた。レミさん、あなたいつもこうなんですか？どんなに俺が気に食わないか知らないけど、これはデートとは言わないですよね。申し訳ないけど、ここで帰らせてもらいます。そう言って、買い物した紙袋を全部レミに押し付けた。何よ。じゃあ良平は何かプランあるわけ？私を楽しませてくれるわけ？意外な反応だった。あんなに嫌がっていたと思っていたレミは明らかに動揺し、顔をあからめていたように見えた。お互い歩み寄ってみませんか？気に入ってもらえるかどうかは分かりませんが、俺の行きつけの店にご招待しますよ。これで無理ならもう帰ろう。そう思って俺は提案した。どこ行くのよ、と不満そうな顔を浮かべながら、レミは俺の後に続いた。時間はすでに夕方。行った先はおしゃれでも何でもない大衆居酒屋。噛み合わない俺たちは膝を突き合わせて会話ができる、こういうお店がいいと思ったんだ。え、嘘でしょ？なんかの嫌がらせ？言うと思った。まず試してみてから文句言ってください。俺はそう言ってレミを座るように促した。とりあえずビール2つと枝豆、唐揚げ、焼き鳥、ポテトサラダを頼んだ。テーブルに並んだ料理を不満そうに見つめるレミだったが、食べてみて。俺の言葉に押され、少しだけ口に入れた。俺はあの顔を絶対忘れない。心なしか口角が上がり、微笑みを浮かべ、すごく美味しそうな顔をした。しかし、すぐに箸を置き、何よ、こんな安物をデートで食べさせるなんて、貧乏に。なんでそんなこと言うのか、意味がわからなかった。どうしてもっと素直に感情を出さないんだろう。ねえ、その高飛車な態度疲れない？そうだよ、レミさんから見たら俺は貧乏人だ。でもさ、お金は人間の価値には比例しないんだよ。これ食べて美味しいって思ったよね。
顔は嘘つかない。いいじゃんそれで。なんで無理するの？レミさん、見た目すごく美人だと思うけど、そういう態度は醜く映ってしまうよ。もったいないよね。つい説教してしまった。レミは顔を真っ赤にして何も言わない。はあ、どうしよう、やってしまった。会話じゃなく説教で終わってしまった。その後レミは急におとなしくなり、俺が話しかけても会話は盛り上がることはなかった。黙々と並んだ料理を食べ、その後はタクシーで帰ると足早に去ってしまった。これはデートじゃない、大失敗だ。社長の反応が怖かった。そしてその1週間後、驚愕する展開になった。なんとレミが俺とまた会いたいと言ってきた。これは何かの罰ゲームか？レミは何かを企んでる？不思議なことに社長はすごくご機嫌で、レミとの最悪デートの出来事を言う気にはなれなかった。そして日曜日、俺はまたレミと会うことになった。もちろん気は進まなかったが、レミの高圧的な態度と時々垣間見せる緊張や嬉しそうな表情のギャップが気になっていた。待ち合わせの駅に向かうとレミはもう来ていた。しかも前回のようなハイブランドの装備服ではなく、すごくカジュアルだった。口を開かなければ誰から見ても文句のつけどころがないくらいの美人で、ラフな服装のレミは見た目だけは親しみやすい印象があった。お待たせ。俺が駆け寄ると心なしか嬉しそうな顔をした気がした。もっと早く来てよね。減らず口は相変わらずだったが、前回より少し表情が柔らかくなった気がした。レミは変わろうとしているのか。内心俺は嬉しくなった。はいはい、お嬢様、呆れ気味に言うと、まあ約束5分前だし許してあげる。そう言ってレミは歩き出した。おいおい、どこに行くんだ。慌てて後を追う俺の頭の中は、なんでまた俺に会おうと思ったのか、それが気になって仕方なかった。レミさん、どこ行くの？そう聞くと、いきなり立ち止まって振り返り、ハッとしたような顔で、並んで歩いてよ。良平、男のくせに歩くの遅い。顔を赤くして、ずいぶん恥ずかしがっているようだった。悔しいが、そんなレミが可愛いと一瞬ドキッとしてしまった。良平、私スカイツリーに行きたい。もじもじと照れながら言ってきた。推測するに、一人でじゃんじゃん歩き出したのはいいけど、いつも車移動のレミはどうやってスカイツリーに行けばいいのかわからないんだと思う。レミさん、スカイツリー行きたいの？じゃあ電車に乗らないと。駅に戻ろ。レミは嬉しそうな顔をしてうなずいた。初対面での印象が最悪だったからか、一つ一つのレミの反応に俺は不覚にもドキドキしてしまっていた。電車もあんまり使ったことないんだろうな。改札を通るだけでも大騒ぎだった。でも俺はレミの変化にようやく気づいた。慣れないわからないことも一生懸命俺についてこようと頑張っていた。まさか前回男らしいところを見せて俺に恋をしたか？いやいやいや、それはないよな。とはいえ俺にとって大したことないことでもレミにとっては新鮮なんだろう。電車を利用する人の多さにぐったりした顔を見せたかと思うと、東京ソラマチのお店を楽しそうに見て回り喜んだり、
どんどん俺たちの距離は自然と縮まり、笑うことが多くなった。レミはやっと俺に打ち解けてきたのか、気づくと俺以上に喋っていた。目をキラキラさせて話をする彼女に、密かに俺の鼓動は上がっていた。素直に楽しいと思えた。一緒にディナーをしているとき、俺はタイミングを見て切り出した。レミさん、どうしてまた俺と会おうと思ったの？前回つまらなかっただろ？レミはドキッとした顔を一瞬見せた後、観念したように話し出した。実はね、私好きな人がいるの。でも私男の人と付き合ったことがなくて、どうやってデートしたらいいかもわからないの。私が好きになった人、良平と同じように普通のサラリーマンなの。良平とデートを何回かして練習して、彼を誘ったら恥をかく必要がないと思って。パパが良平はいい青年だって言ってたから、私もそう思ったし。ああそういうことか。俺は踏み台。そっか、なるほどね。いいよいいよ、じゃあ頑張ってデートの練習しような。ありがとう。最初に会った時、良平に叱られたでしょ。私あんな可愛くないことするつもりはなかったの。でも緊張してしまって、叱られてすごく反省したの。俺の心は泣いていた。こんなことならあの最低なレミの印象のまま終わりたかったよ。レミと距離が近くなり、少なからず俺は彼女に恋心を持ちそうになっていた。でも良平、パパには言わないでね。パパ、良平のことは信用してるけど、その彼のことどう思うか。心配しないで、言わないよ。恥ずかしくて社長にだって言いたくない事実だ。その日を機に社長を間に挟まず、レミとは何回か会うようになった。レミは会うたびにいろんな顔を見せた。自信満々に電車の乗り方はマスターしたと言いながら迷子になって、俺が必死で探したり、もんじゃ焼きが食べたいと言い張り切って言ったくせに苦手、無理と言って一口も食べなかったり、振り回されている自分を自覚しつつ、それがすごく楽しいと感じ、どんどんそんなレミをどうしようもなく好きになっていた。でもレミは俺の知らない誰かを好き。これ以上一緒にいるのは俺がきついと思い始めた頃、レミが口を開いた。良平、ありがとう。私だいぶ自信がついた気がする。近々例の彼に告白する。そうか、頑張れよ。そう言いながら、俺は役目終了とともに昇進した気持ちのやり場に困った。平気な顔をするのが精一杯だった。その日以来、ぱったりレミからの連絡が途絶えた。元の生活に戻っただけなんだけど、頭の中でどんどんレミとの思い出が色濃くなり、あの笑顔が見たくなり、突拍子もない行動にダメ出しをする自分が懐かしくなった。そしてあの笑顔を俺が知らない男に見せることを想像すると、どうしようもない悔しさが湧いてきた。必死に自分の思いを押し殺そうとしていたある週末、俺はふらっと行きつけの居酒屋に行った。そう、レミを連れて行って俺が説教した店だ。ずっと避けていた店だけど、一人で飲み食べてレミとの思い出をリセットさせたいと思った。チューハイを3杯飲み終えた頃だった。良平、聞き覚えがある声が聞こえた。俺どんだけ病んでるんだろう。すべての声がレミが俺を呼ぶ声に聞こえる。そう思って振り返ると、本当にレミがそこにいた。え、なんで？
レミは満面の笑みで俺の隣に座った。やっと見つけた。状況が飲み込めず、黙っている俺にレミは、良平、ここが行きつけのお店って言ってたじゃない？私、毎週末顔を出したんだけど会えなくて。もう無理と思って、従業員さんに良平が来たら私に連絡してくれるように頼んだの。はあ、人様に迷惑かけるなよ。やっぱりそこはレミだな。ほろ酔いの俺は、それでもレミの笑顔を見れるだけで嬉しかった。俺教えたよね、人様に迷惑かけるなって。表示あるなら家に電話くれたらよかったじゃん。そうなんだけどさ、なんか電話しづらくて。レミらしくなく、もったいぶった様子を見せた。どうした？例の彼とうまくいった報告か？頑張って年上の頼れる男を演じようと必死だった。告白しようとしたんだ。でもいざその人を目の前にしたら、良平の顔が浮かんできて、良平に会いたくなって。良平じゃなきゃ私ダメなんだと思う。ねえ良平、これって私良平を好きってことなの？なんなんだよ、レミっていう女性はどこまで俺を夢中にさせる気だ。そうだよ、俺じゃなきゃダメってこと。俺はレミをまっすぐに見つめていった。思ってもいなかった展開に俺は嬉しくて仕方なかった。レミは今までで一番幸せそうな笑顔を浮かべ、じゃあ良平、これからもずっとよろしくね。照れながら言い、俺が飲んでいたチューハイを奪って一気飲みしてしまった。レミはそれからも手のかかる女性だったが、不器用ながら彼女がくれる愛情は本当に温かくまっすぐで、その気持ちに俺も応えたいと素直に思えた。俺たちの交際を社長はこれほどないくらいに喜んでくれ、トントン拍子に結婚まで進んでいった。今では俺が社長の後継として経験を積む毎日だ。時々今でも突拍子もない発言をするレミにツッコミを入れながら、俺たちは笑いと幸せに包まれた生活をしている。これが俺たちの馴れ初めです。